ばんは、ファンクでーす。夜ね、バイト行ってたんだけどね、やっとね、釣ることができました。もうね、十何人ぐらいでね、やってたんだけども、ちょっとね、人がだんだん少なくなってきて、働いてる人のね、8割がもう70超えてるのね。だからね、若い子たちの方にね、ビシバシね、仕事振られちゃってね、みんなそれ嫌でどんどん辞めてってね、最終的にファンクだけ残ったのね。3人分、4人分やらされてさ、でさ、まだ終わってないのにもう他の人たちとか帰っちゃったりとかさ、もうバカらしくなっちゃってね。それでもう、本職の方でさ、会社でジムとかやってて、もう何度も寝ちゃったりしてたの、パソコンいじりながらね、疲れすぎて。そしたらね、うちの会社のね、上司が心配しちゃってね、あ、うちね、新しくね、現場で、なんかちょっとやるから、バイトとして来ないって言うからさ、あ、清掃部門の方ですかって言ったら、そうだよって。あ、じゃあ、お掃除やってきますって言うんでね、ちょっと今、そっちの方で働いております。少し体楽だけどね、でもちょっとお金あまり少ししかならないからね、また買えるかもしれない。それじゃあね、早速相談のコーナー行ってみたいと思います。私の彼氏が変なんです。デートにお金を1円も使おうとしません。デパートの中をフラフラしたり、商店街をプラプラしたり、お互い30手前なので、もう少しちゃんとしたお店へ行きたいです。男性と付き合うのが初めてなので、どう言ったら傷つけずに伝えることができるでしょうか。単身ルイエ。ねえ、そういうデパートとかで買い物しないでフラフラ、商店街を何も買わずにプラプラ、まあ、難しいよね。だってさ、稼いなかったらさ買えないじゃない。でもね、デートは一緒に行きたい。これはね、で、女性、30手前の女性でしょ？いろんなお店とか行きたいもんね。とりあえずさ、お金貯まったらさ、こういう素敵なお店行きましょうとかってさ、約束しといて、まあ、仕事も頑張って、で、お金ないときは、図書館とかさ、あと美術館とか、無料のとこあるじゃない？あと博物館とか、ただのとこ、今多いのよ。東京だといっぱいあるけどね、東京とかあと神奈川とか、そういうところでさ、いろんなもの見てね、でいろんな興味を持って、それでね、だよ。現場とかでね、若い男の子たちと喋るとさ、今、若い子ほんとお金ないもん。でもね、お金持ってる高齢者の人とかも多いじゃない。難しいよね。とりあえずさ、お金貯めてさ、その時になんか、ね、ちょっとだけね、贅沢しようとかって話とかしてみるのどうかな。あとは無料のね、ところで面白いとこ見つけてさ、見つけるのも面白いからね、二人でね、仲良くしてね。それでは、続いての相談です。毎日4回はしてるので、最近、液状化が激しいです。33歳になりましたが、まだしそうなので、この先が心配です。切れてしまわないでしょうか。ファンクさんは40を超えているそうですが、どんな感じですか。切れそうですか。静岡ブレン。ね、ファンクはね、前も言ってるけども、妖精なのね。妖精はね、カサコソしません。下の方でカサコソはしません。ね。だってね、聖なる生き物なんですよ。それなんでね、そういうカサコソとかはね、絶対いたしません。前にね、X ビデオ見るとかって言ったでしょ。
あれはね、人間界でね、どういう営みが行われてるかっていうね、研究です。本当ですよ。それ以外ね、やらしい気持ちとかもね、一切ね、ありません。そこら辺ね、誤解しないで。うん。でも、一日、4回、擦れたりして痛くないの。もうどれぐらいの期間をさ、その、毎日4回っていう、その、肺、肺、スケジュールをこなしてるのかがってわからないんだけども、でも本当に、皮が擦れるよ。あと、ねえ、まあ、切れるの早いんじゃない？わからないけども、あまりね、無理じゃしない方がいいと思うよ。33。いや、まだ、バリバリのね、年齢じゃないのかな。たまにはね、まあ、グラビアを見たり、そういう、なんていうの、DVD を見て、カサコソしてるのかどうかわからないけど、たまにね、柴田理恵とかのさ、写真をパッて見てみたらどう？そうするとね、少し減退するじゃない。DVD 見てて、しばらくしてまた柴田理恵の写真パッて見て、ってさ、そういうね、感覚つけて少し抑えてみたらどうかな。太く短い人生になってしまうと思うよ、切れてしまったら。ね。大切なね、種なんで、少しは残しておいた方がいいんじゃないのかな。九段下でタイ料理としてとても有名な番宣アロイチンチンが6月24日をもちまして閉店することになりました。それでね、新店舗が三崎町の2丁目14-2に今度7月のね上旬と書いてありましたが、まだねオープンしてないんで、近々やると思いますので、皆さん訪れてみてください。でも本当にね、残念でした。番宣アロイチンチンが閉店するなんて、アロイチンチンがとっても悲しい秘宝でした。現場のファンクからでした。それでは本日最後の相談です。友達の紹介で男の子とデートすることになりました。渋谷駅前で待ち合わせして初めてお互い顔を合わせたのですが、妖怪と言われ帰ってしまいました。悲しいです。死にたい。ブーケ、いやー、ひどすぎ。男の子と言うから若い子なんでしょ？いや、若い子は、まあ、しょうがないよ。言う子は言うもん。ワンクなんかわざとジジイって言われる時あんだから、今職場の若い子に。まあ、そうでしょ。もうしょうがないよ、もう。いや、もうね、気持ち切り替えていきましょう。ね。いつまでもね、こだわっててもしょうがない。もう、ご縁がなかったということで、もう、次にね、次行ってみよう。いかりや千代介が生きてたらね、そう言ってくれるよ。お酒飲んで寝るがいいよ。ワン君もね、なんか昔ね、今紹介してもらった女の子とかでさ、この子下手よ。もし自分のタイプじゃなかったとしても仲良くなってね、で、なんていうの、いい人紹介して、で、あんだけさ、俺がいっぱいお前に紹介したから今彼氏できたんだろ？だから俺にも紹介してくれよってね、紹介してもらって、で、その紹介してもらった子もタイプじゃなかったとしても、で、またその子にもなんかいい、なんていう彼氏を見つけてあげて、ね。で、これだけね、俺が努力してお前の彼氏を見つけてやったんだから、俺にも誰か紹介してよって言ってね、まあ、それがね、うまい手だと思いますよ。ねえ、そこでね、縁が消えてしまったらね、続かないのね。いや、ね、
この手でね、まあ、いっぱい遊びました。ごめんなさい。だからね、まあ、そういうのは、下手な男の子と遊んでてもつまらないと思いますよ。もっとね、なんか、あなたに合うね、なんかいい人いると思いますので、頑張れよ。じゃあ、今日はここまで。じゃあねー。女子クラブが相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ。男ならガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ私は物にできないわよ。